週刊文春と松本さんのバトルが再燃しているというのか、まあずっと続いていることかもしれないんですけど、また盛り上がってきてしまっているんですよね。まああの、こういう状況になってしまっているのを見ると、松本さんがやることが現状全部裏目に出てるなっていう感じがするというのか。で、今回のその状況、文春に書かれていた状況を考えると、やっぱり松本さんやってないんやろうなと。 僕はちょっと思ったというのか。まあ、今回何を文集に書かれていたかというと、まあ、松本さんを告発した A さんっていう人の素性を、まあ、探偵が調べていたということが書かれていたんですよね。で、さらに、ま、調べた結果、その A さんは不倫をしていたと、いうことを突き止めたようで、で、それをネタに、こう、A 子さんを揺すっている、あるいは圧力をかけている。 みたいなことが文書に書かれていたようなんですよ。僕は読んでいないのでわからないんですけど、ざっとこういうことが書かれていたんですよね。でこれを考えると、その松本さん側が英子さんを調べようとするのは、こう、通じつまが合ってるというのか、こう前の裁判でも英子さんの素性がわからない、誰かわからないのに、その何とも言えないじゃないかっていうようなことをこう発言してたんですよね。で、松本さん本人は、おそらくもう自分は絶対やってないんだっていう気持ちなんですよ。だから、本人に会えば、 あの時のお前かと。じゃあやっぱりやってないやんか。って言いたいんだと思うんですよね。だから本人突き止めたい。あるいはもう裁判したい。本人相手に裁判したい。まあ、そういうことでその相手を特定しようとしていたんだと思うんですけど。しかし、この松本さんがこうどうも裸の王様状態が現状も続いてしまっているなと思えるのは、 そういうことをしてしまうと、ですよね。探偵とかを使って相手をこう特定しようとしてしまうと、それがバレた時に、文春はまたどんな記事を出してくるかわかりませんよと。で、現にとんでもない記事出してきましたよね。どこまで本当かわからないような感じの記事ですよね。で、やられてしまったやんって感じがするんですよ。しかし、それでも松本さんは相手を調べたいと思って、 ててていいいるるっっう行動を取っているのははおそらく松本さんには相当な自信があるんんだと思うんですよね自分は潔白である。自分は潔白だと。だからこそ、その潔白を証明したいということにこだわりすぎてしまっているというのか。なんていうのか、その、すごい視野が狭くなっていると思うんですよね。もっと視野を広げて、こう、自分の潔白を証明するっていうことと、 テレビに復帰して自分の笑いをまたファンの人たちに届けるっていうこと。どっちが大事なのか。現状松本さんがウェイトを置いているのは自分の潔白を証明することなんだと思ってるみたいなんですけど、それって不可能なんですよ、もう。なぜなら、今までのこう、やりとりの中でもう後輩芸人が不用意にもホテルっていうところで飲み会をしていて、かつ、 松本さんと女性の方、まあ、英子さんに限らないんですけど、と、二人っきりになるような状況があるような飲み会を、まあ、複数回行っていたっていうところまでは、後輩芸人が証言したことによって、バレてしまったんですよ。っていうことは、第三者がいない密室状態の時間があったっていうところまでが、事実になってしまったんですよ。こうなったら、その中で何があったかブラックボックスなので、もうどうしようもないんですよ。 いくら松本さんがその英子さんを特定して、あ、あの時のお前やん、やっぱり。いや、やってないやん、そんなんって言っても、私されました。言われたら終わりなんですよ。いや、やった、やってない。で、こう、平行線なんですよ、もうそれは。いくら英子さんが嘘ついていてもなんですよね。だから、その、証明できない戦いをずっと続けていては、 本当に目指すべきテレビに復帰してお笑いをまたやるっていうゴールに迎えてるのかなっていうのがすごく疑問なんですよね。でそれを周りの人が松本さんにこうアドバイスできているのかなと。松本さん潔白を証明したらまたテレビに出れるようになりますよって言ってるのかわからないんですけど、潔白証明できますかっていうところなんですよ。もう無理じゃないんですかと。 その密室で二人っきりっていう時間帯が一切なかったっていう状況であれば多分いけると思うんですよ。他の後輩芸人がみんな、いや松本さんずっと見てたけどみんな一緒やったでと。そんな時間帯なかったでと。私が証言しますよと。現場にいた私が証言しますと。そういうのであれば全然話変わってくるんですけど、これもう二人っきりの時間作ってしまった時点で まあもう隙を作ってしまっていたっていうところなんですよね。それを、あの、松本さんに説得した方がいいと思うんですよ。多分無理ですよ、と <laughs>。いくら裁判で買っても、いや、密室なんだから裁判官がその密室を見ていたわけではないんだから、と。思う人は思いますよ、と。いうことになるんですよね。で、まあもっと言えば、僕はお笑いファンなので松本さん好きなんですけど、いや、松本さんは別に、 文春法が出た初期の頃は、えー、松本さんどうなのみたいな感じはあって、それやとなかなか笑いしづらいかなと思ったんですけど、こう、時間が経ってみると、いやいや、もうどうでもええなって感じがするっていうんですかね。しかも松本さんそんなに頑張ってるっていうことは、本当に松本さん本人はそんなことしてないんやろうなっていう確信がどんどん強まってくるっていうんですかね。僕みたいな人間はそういうふうに見るので、松本さんで全然笑えると思うんですよ。 松本さん嫌いだってなってる人は笑えないと思うんですけど、僕はもう、いや、松本さんはそこまで言ってるなら多分本当なんやろうなと。松本さんなんかはめられたような感じになってるんやろうなと、僕には思えるんですよ。真相はわからないんですよ。しかし、どう思えるかが、その見る側か,からしたら大事ですよね。だから、別に、何て言うのか、強行突破で、その YouTube とか何でも、お笑いを作りたければできるんですよね。 で、ファンは見てくれると思うし、笑ってもらえると思うんですよ。僕は多分笑えると思うんですよね。で、その中で、ちょっとずつ説得していくっていうやり方もあると思うんですよ。いや、自分は全然そんなことし,し,してませんよと言えるっていうんですかね。だからそういうことをした方が、もしかしたらテレビに復帰する道筋は近いかもしれないのに、こう、なんていうのか、その絶対的な潔白っていうんですかね。 そういうものにこだわってしまっているというのか、絶対的なことはもう多分不可能なんですよ。密室っていう時間帯があってしまっているがゆえにというのか。なので、こう、もう、なんていうのか、この件に関しては松本さんやることなすことをその裏目に入れているので、もうそれに関してもいい加減気がついた方がいいんじゃないのかなって感じがするっていうんですかね。まあとはいえ、まあ裁判はあの、やると思うので、その裁判が、 の行方によってはどうなるかわからないんですけど、しかし、かなり状況は厳しいんじゃないのかなと。で、ファンからしたら別に、テレビだろうが、YouTube だろうが何だろうが、松本さんを見たいですよって感じをするんですよね。もう、どんどん忘れていきますよと。いう感じになってるというのか、あの、時間がかかればかかるほど難しいんじゃないんですかって思うんですよね。 ま、あの、また新たに週刊文春が松本さんに関していろいろなことを書いているみたいなんですけど、僕はここまで来るとやっぱり松本さん本人は、あの、そういうことをしていないんやろうな、というふうなことがどんどん確信してくるんですけど、しかしそれを証明するのはもうほぼ不可能、もう100%っていいっていうぐらい不可能なんじゃないのかな、ということは、松本さんにこう意識してもらった方がいいんじゃないのかな、と。 松本さん納得いく結果って多分得られないと思うんですよね。なので、そのテレビに戻るっていうことを優先するような行動に出た方が僕はいいんじゃないのかなと、あのー、改めて思いましたという話でした。芸術を僕は、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。